どうもカマです。ティンバーボーンシーズン3実況パート14やっていきましょう。はい、前回作りました、自動組み上げポンプ、自動給水ポンプですね、それを使ってですね、山頂から水を流しております。これ何のためにやったかというと、まあ景観が良いっていうのもあるんだけれども、ここにですね大きな水車を設置して、動力を生み出して、その動力を使ってまた自動給水ポンプを動かすというね、永久機関を作りたいなということで、まあ、前回の動画で全部やろうとしたんですけれども、予想以上に時間がめちゃめちゃかかってですね、ここまでしかできませんでした。なので今回は、ここに水車を設置していきたいと思います。大きな水車は結構確かかなりいろいろ使うよね、材料ね。あー、丸太70、板80だって。足りるか？丸太1400ある。板も1200あるね。こんなある板。これ全然作れますね。余裕でしょう。はい。究極の永久機関を完成させてやりますよ。やっていきましょう。ちょっとね、若干今不安なのがね、水量が少ないですね。水量が少ないし、思ったよりも水の流れが遅い気もするんだけれども、まあね、ここで量水表をね設置して、水の速さをね測ってもいいんだけども、まあそれはそれでちょっとね面白くないので、とりあえずのっけから大きな水車を設置していきたいと思います。ここに堤防1個、こんな感じかな、こう置いてあげればいける。そうだね、いけますね。ちょっと待って、これすごく心配なんだけど、これ水ん届いてなくない、これ。嘘でしょ。あー、そっか、わかりました。届いていないので、堤防をここをこうしてあげると、この水車が被るとこまで水が溜まってから流れていくから、こうしてあげて水を流して、これでやっと一個水車回せます。で、あとはここは流せない、無理だな、ここに作るしかないか。ちょっと地形整えよう。ここいらないですね。ここ爆破してここ絶壁にしましょう。その分水車が入りやすくなるからね。いけー、そうだ、全く想定外の仕事を頼むことになってしまったけれども、ごめんなビーバーくん。いやー、水遅いよなこれ。遅いよな。ほら、だってこっちのスピード見てください、めちゃめちゃ速いじゃん。一方こちら遅いもん。あら、ちょっとやばいこれ、もしかして水量が少ないか。かといってもう自動給水ポンプの調節とかできないでしょ。稼働効率も 100% だもん。もう彼らはやりきってるよ。うん、オーバークロックできないかな。150% ぐらいできない。もう煙とかブシュンブシュン入ってもいいからさ、そういうことはできないのかな。あ、これじゃダメか。ここを溢れ出す頃にはこっちからも溢れてるな。ダメだ、ここはそうか、ダムにすればいいのか。ここは、しょ。久々だな、ダム使うの。こうすればどうかな？水車は回るぐらいの水位、かつ、ここから溢れない水位に多分なると思うんですよ。はい、ここの段差をなくしたので、ここに堤防を作って、大きな水車、ドン！ OK、1、2、3、4、5、5連。5連水車です。これでどうだろうね。1個400馬力出てくれると、自動給水ポンプの2100馬力と、まあまあ、どっこいどっこいかなって感じなんだけどな。1個400。400。怪しい。まあ、いずれにせよ、次の干ばつが始まるまでに間に合わないので、ちょっと待ちましょうか。人参めちゃめちゃ多いんだけど。
1100本もあるけど、人参。ちょっと待って。そんな増える人参。小麦が多すぎるからといってさ、この小麦を人参に変えたんだけど、今度は人参多すぎるんだ。なかなか難しいね、これね。これまた小麦に戻すか。あれ前ここパンから人参しなかったっけってみんな思いながら人参を除去してます。次はまたパンを植えるんだ。気まぐれ上等。さあサイクル20の干ばつが始まります。そろそろ来るか。マックス来ました。20日間の干ばつ、設定した最長の干ばつ期間ですね。これに耐えられればもう大丈夫。まあピーバーの数が増えるとね、相対的に辛くなるけれども、ちょっと一回あれだな、水車これ止まっちゃうからね、一回自動給水ポンプも止めましょう。これはい、はい、3つ止めまーす。でエンジン稼働開始。あ、ずっと稼働しっぱなしだったわ。そうか、それでもね丸太1400本あるからね。はい、1個目の水車完成です。いいね、山頂にある水車って映えるな。わ、すごっ。ちょっとかっこよくないこれ。普通の山に見えなくなったね。なんか機械工場の一部っぽいわ。俺は全部できるのは期待持てるぞ。水車できるまで暇だし、爆薬いっぱい溜まってきたからさ、ここら辺掘り下げよっか。ね、こんな感じでいいぞ。子供が昼間からキャンプファイヤーに。全然焚き火やってないけどね。ついでに他のもう作っちゃおっか。レジャー系ね、屋上テラスとか作っとく。屋上テラスどのあたりかな。ここら辺に1個作る。他の建造物の上にしか設置できない。ここで言う建造物ってさ、足場でもいいのかな。例えば足場をこう作って、その上に屋上テラス、あ、いけるね。あ、なんだこれで全然いけるじゃん。であれば屋上テラスと言いつつ水上テラスでもいいんだよね。ゲッシアンズのとこに作っちゃう。屋上テラス1、2、3、4個いけるかな。こうやって、はい、でここにある丸太のフェンスぶっ壊しちゃってさ、ここもゲッシアンズから開通と。はい、いいんじゃない。ゲッシアンズ新エリアです。屋上テラス一番奥にちっちゃい祠を置いとこうか、こうやって。ね、祠はなんかいろんなところに置いとくといいかもしんないね。こういう今ベンチがあるけどさ、ベンチのところを祠にするのはありかもしれない。こうやってね、そうしましょう。はい、本当にゲッシアンズは一大レジャーリゾートになりましたね。あとこの大きい祠、これも作りたいですね。いっちゃいましょう、ドン。はい、キャンプファイヤーの裏側かな、これは。こっちの方にドドッと置いとこうか。これ辺かな。はい、こう、うん、これすごいね。いい眺め、なかなか見えないよこの風景。できました。トータル250個の爆薬ぎっしり敷き詰めましたね。さあこれを今から爆破させたいと思います。いきます、3、2、1、ゴー。わー、すごい、これは痛快だ。別の角度からもう一度、よー、はーい、おー、すげー。迫力、いいね。はい、ぽっかりと穴が開きましたね。いいぞ。そして
はいはい、できてますね。ビバリゾートゲッシアンズ屋上テラスエリア完成です。ここでぜひともねリラックスしてもらいたいね。ちょっとさ、泥風呂をこう浴びた後にね、まあ今休止中ですけども、屋上テラスでゆったりくつろいでもらいたいね。はい、祠もできましたと。よしよしよし、いいぞ。これでかなり幸福ゲージも溜まるんじゃないかな。上から見ていくと、はいはい。キャンプファイヤー作った、屋上テラス作った、屋根もあるよね。ソワイクフエの賛美はない。メリーゴーランド泥風呂、保養地もある。本がない。祠、ある。あとは、創意工夫への賛美と本、二つだけだ。本は、ま、作ってもいいですがね。作っちゃいますね。せっかくだからもうやっちゃおっか。印刷所。150馬力か。あ、そんなもんか。いいじゃん、いいじゃん。作っちゃおう。はい。足場が足りない。ここ。よっと、いいんじゃない？はい。餅つきみたいだよな。よし、できた！完成です。山から流れ落ちる水で回る大きな水車5連ですね。カンパスが終わる前に完成しましたね。さあ、20日間のね、最長干ばつも残り 1.4 日。どんな感じかというと、こんな感じです。さすがに結構減ってるね。でもまだこれだけ残ってるからね、ほら。大丈夫。今時点のビーバーの数ならまだ大丈夫。うん。やっぱね、このマップあれだね。水の多さに泣くことはあっても、水の少なさに泣くことはなさそうだね。うん。まあ、最初はね、ほら、水深がめちゃめちゃ浅いっていうね。それこそ今、西エリアの方で、また悩んでいる問題がね、ありますけれども、そこを克服すれば、かなり、水には余裕が出てくるね。よし。20日間の干ばつ。特に問題なく無事終了ですね。お疲れ様でした。素晴らしいね。さあ、その時がやってまいりました。この山頂から流れ落ちる5連水車。さあ、これを、試してみましょうか。自動給水ポンプを再開します。緊張すんなぁ。ゴー！さあ、水が、はい、注がれていく。そして、それがまたすぐに。やっぱ自動給水ポンプすごいね。あっという間だもんな。さあ、どうだ回って回ってくれ、頼む。回ってくれよ。頼むぞ。回ってる、回ってる、回ってる。回ってますよ。で、うん。最初は大丈夫。最初はね、ダム溜まるまでは、ちょっと止まっちゃうよね。で、ダムから溢れ出したら、また回り出すはず。さあ。よし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 。よし！回った回った！こちらも？まわ、まわ、ま、うん。まわ。回るぞ！回った回った回った！回ってんじゃん、回ってんじゃん、回って。回ってるよ。いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。そうだ、そう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 。あ、頼りない。動きは頼りないけれども。回ってはいるか？うん。おおむね、思った通りの動きになっている気がするけど、ぎこちないな。どうでしょうね。ちょっと、馬力見て、止まってる。サボってんじゃないよ。止まってるな。馬力見てみましょうか。31馬力。21馬力。17馬力。36。123！ トータル228馬力嘘だー、めちゃめちゃ時間かけたのに。え、何？何なの？
何がダメだった？やっぱ自動給水ポンプの、水の量が少なかったかな、これ。結構流れてるように見えますけれどもね。残念ながらね、なかなか、目標の2100馬力には、ギリギリ届かずと。ということでね、残念ながら、永久期間は実現できませんでした。無念。これあれかな？自動給水ポンプを倍にする？でも、倍にすると今度そらそれで、まあ水量はね、増えて、水車も回ると思うけどもさ、合計で4200馬力必要になっちゃうからね。さすがにそれはちょっとな。これあれだね。大きい水車じゃなくて、小さい水車を2つ横に並べた方がこれいいんじゃない？そんな気もするよね。いやー、でもどっちにせよ多分2100馬力には届かないなー、きっと。いやー、難しいもんだね。余裕で行くと思ったんだけどなー。残念です。なんかちょっともしさ、皆さん見た中で、なんかいいアイディアがあったら、永久期間をね、実現するいいアイディアがあったら、ぜひぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今回はですね、西エリア全然今回いじらなかったね。の代わりに、東エリアはですね、ここを、250個のね、爆薬使って大発破を行いました。で、あとは、ビバリゾートゲッシアンズにですね、新エリア、キャンプ、違うや、屋上テラスですね。屋上テラスエリアがオープンしました。はい、あとは印刷所だね。ここで本を生産して、今ある？あ、4冊ありますね。これは何？消費したらすぐみんな捨ててるの？これ。回し読みとかしようよ。大事に使おう、紙資源。ね、どんどん減ってっちゃうもんね。食べてんのか？これ。読んで理解するんじゃなくて食べて理解するタイプの本かな。なんかドラえもんでそういう秘密道具なかった？はい、そして残念ながらね、この山での永久期間は実現ならずということで、まあただでもこれ見た目はすごくいいよね。なんか歯車っぽいでしょこれ。ちょっと良くない？ほらほら、この画面の中で大きい水車13、14、15個回ってるからね。すごくない？はい、ということで、残念ながら永久期間は実現しませんでしたが、はい、私はやりきったよ。うん。もうすごい気持ちいいもん。いい汗かいたなーって感じだもん。はい、ということで、じゃあ今日ここまでにしましょう。よければチャンネル登録をお願いします。また、この動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。